はい、皆さんこんにちは、はい、今日はですね、なんと結構前に私が家を建てますみたいな動画を撮ったのを覚えてますか？なんか結構あの動画がすごい好評というか、もういろんな人にあの動画見てよすごいねみたいな、家どんな感じみたいな結構聞いてくださって、なかなか進捗をお伝えできていなかったんですけど、なんとようやく家が建ちました。イエーイ。夢の実家マイホーム一軒家ということで、もう本当に楽しみに待っていたんですけど、ようやくできたということで、今日はちょっと外光がまだできてなかったり、なんか私の部屋がまだちょっと片付いてというかで完成してなかったりで全部映すことできないんですけど、ね、出来上がったところをお見せしたいと思うんですけど、もうめっちゃ可愛いいい感じなので、少しね今日短い動画になってしまうと思うんですけど、ぜひルームツアーということで見ていっていただけたら嬉しいです。で、今回このお家を建てるのにあたって、私家がね茨城水戸市なんですけど、そこまでは定期だよね。で、まあバレ、まあ、なんですけど、今回パパの友達だよね。ママはもともと知らなかった？ママも知り合い。うちの両親の知り合いの川島建設さんというところで建てていただきました。で、なんかなんていうの、いわゆる大手ハウスメーカーとかじゃないんですけど、すっごい本当に頑張ってくれて、多分いろんなわがままとか聞いてくださって、で私はなんか本当はああしたいこうしたいとか、なんかいっぱいいろんなとこ行ったりしてるから、なんかこんなのがいいとかって言ったりしてたんですけど、なんかやっぱ全部それをお母さんに言ったら、もうこれはもうめっちゃ高いみたいな、こんなんやったらお金いくらあっても足りないみたいな感じで言われたりとかして、やっぱそうか、もう全部高いんだなと思って、もうこれは私はもう一切口出さずに、もう母のセンスに任せようってことで、もう途中からもうね、もう本当全部フル任せにしたんですよ。で、やっぱり、まあ、私もこだわり強いですけど、もうお母さんも結構いろんな理想とかがねあって、そういうのも本当に川島さんには大変お世話になって、もう感謝いたします。で、あともう2つね。で、今回そのフローリングなんですけど、私のスポンサーさんの、あ、ちょっとごめんなさい、今日キャップかぶってないんで、家でゴルフウェアなんですけど、いつもはね左に入ってる生田フローリングさんに念願のフローリングを入れていただきまして、それもめちゃくちゃ可愛いのでちょっと後でお見せしますけど、まあ、生田さんにはスポンサーさせていただいて3年目、丸2年とかなんですけど、今までなかなかフローリングをね入れ替える家とかに住めてなかったんですけど、もう家建てるときは絶対生田さんのフローリング入れるってことで、今回お世話になり本当にありがとうございます。そしてもう一つ生田さんの紹介で、ジャパン建材さんという会社さんに、水回りのものだったり、トイレ、バス、キッチン、めっちゃ可愛いこれもとか、いろんなそういうものをね、いろいろ良くしてくださって、もう本当に感謝申し上げますという感じで、いろいろな方のご協力あって、ようやくマイホームが完成いたしましたので、お見せしたいと思います。はい、それではいきます。今回やっぱりこだわりの一つで、どうしても平屋がいいということで、平屋なんですが、じゃん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 、こんな感じ、かわいい、こんな感じです。うちね、実はね、実家猫がいるんですよ。名前にゃんでしょ雑すぎない？猫ににゃん、犬にワンってつけてるのと一緒だよ。かわいいね、にゃんちゃん。私はね、しばらく実家住んでないのであんまり慣れ親しんでないんですが、なんか昔は、前はめっちゃレガのこと見ると一瞬で逃げ去って、ウサインボルトかぐらいの走りだったんだけど、年取ったのか全然逃げなくなって、可愛いですねっていう、この、あー、
かわいい、ほんとかわいい、もう猫大好き、連れて帰りたい、にゃん。というわけでですね、紹介がもう紹介が遅れました。フローリングこちらです。これ生田さんのチークっていう木材、なんか他に名前あるないか、チーク、あ、ヴィンテージフロアラスティックね、わかる、ヴィンテージフロアラスティックチークです。めちゃくちゃいい、しっとりしてて、ちょっとまだ配線とかあってね、すいませんって感じなんですが、という木材です。かわいい、家具とも合いますね、うん、こんな感じで。でこのさ、キッチンもかわいい、このリカもこの石にしたくて、絶対石がいいなと思ってたんだけど、かわいい。ちょっとすいません、まだ物がいろいろ片付いてないとこがあって申し訳ないんですが、こんな感じです。そうだね確かに、なんか今外に猫が見に来たよ、そこの窓から顔を出してた、かわいい。この日はおばあちゃんといとこといとこのお母さんがお家に遊びに来たので、みんなでご飯を食べました。家族団らん久しぶりだったのでとっても楽しかったです。最後まで見てくれてありがとうございました。またねー。